日本ピロアワーズは日本の競争場。2011年名古屋グランプリ、2012年ジャパンカップダート、名古屋大賞店、白山大賞店、2013年平安ステークス、2014年東海ステークス大オライト記念優勝場。場名の由来は冠名、私たちのもの。1月23日京都の新馬戦、ダート1800メートルに、 幸い、秀明が起場して、デビュー、3着に終わる。続く2月6日の未勝利戦で2着だった。休養を挟み5月22日に初勝利を挙げた。その後6から8月にそれぞれ一層、3着、1着、1着だった。再び休養に入り11月の京都、ロイヤルプレミアムで2着、12月の境ステークスを、勝ち上がりオープンに昇格した。 2011年名古屋グランプリ半年の休養後、中山の総武ステークスで復帰、一番人気となったが2着だった。続いて7月の京都では天野、橋立ステークス、基本ステークスと連勝した。自走金沢の白山大商店では、またしても一番人気となったが2着だった。11月の宮古ステークスでは、エスポアールシチーの3着に敗れた。 続く12月のジャパンカップダートでは9着と惨敗した。12月23日の名古屋グランプリでは1番人気に押され、解消、重傷初勝利を挙げた。2012年は川崎記念で指導となった。スマートファルコン、フリオーソに次ぐ3番人気に押されたが5着に敗れた。3月22日の名古屋対象展では、早め、先頭に立つとそのまま押し切って、 重傷2勝目を挙げた。4月14日のアンタレスステークスでは8.9番手から、レースを進め4コーナーで早めに仕掛けて上がっていったが、直線で伸びきれず5着に敗れた。5月19日の東海ステークスは4番手に控え、直線で一旦抜け出すが後位から進出してきた、ソリタリーキングにかわされ2着に敗れた。夏の休養を経て、10月2日に、 金沢競馬場での白山大商店を勝利。11月4日のヤコステークスではローマンレジェンドの2着となった。そして12月2日、2年連続となるジャパンカップダートがいる。ありがとうございます。